こんにちは。子ども家庭支援センターリボンです。今日は11月2日月曜日から11月6日金曜日まで市役所1階市民ホールにて開催しておりました三鷹子育て応援パネル展の様子をご紹介いたします。毎年11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待問題に対する関心や理解を得られるよう広報啓発活動を全国で集中して行う取り組みがあります。令和2年度の三鷹市の啓発活動といたしまして子育て応援パネル展を行いました。三鷹市には3つの子ども家庭支援センターがあります。親子広場や子育て講座を行っているすくすく広場、一時預かりやファミリーサポートセンターがあるのびのび広場、そして令和2年4月に開設したリボンの3つです。リボンではお子さんと子育てに関するさまざまな相談を受け付け、必要に応じ関係機関と連携しながら解決のためのお手伝いをしています。お子さんのことや子育てのことで心配事や困りごとがありましたら電話、メール等まずはご連絡をお待ちしています。子育て応援をテーマに親子の時間を楽しむための大切なポイントや具体的な子育てのグループポイントの紹介など子育てに関連した掲示をしております。またご覧いただくだけでなく三鷹市内の一時預かりや相談窓口をまとめたパンフレットをご用意しております。現在はリボンに置いてありますのでご自由にお持ち帰りください。お子さんの養育についてはご家庭での養育が優先されますが、一方では親の病気や離婚、虐待等の理由により親元で暮らすことのできないお子さんが都内に約4000います。こうしたお子さんについては里親や児童養護施設、乳児院等で養育を行います。里親さんは自らの家庭に迎え入れ家庭的な環境で育てる制度です。パネル展では里親制度についてご紹介しています。この機会にぜひ里親制度について知ってもらい増えていったらいいと思います。最後のコーナーでは体罰としつけの違い、虐待の定義についてと合わせて DV 関連の相談窓口の紹介をしています。現在は展示していたパネルの一部を教育センター2階の子ども家庭支援センターリボンの交流スペースに提示してあります。パンフレット等もありますのでご興味のある方ぜひお越しください。毎年11月は児童虐待防止推進月間です。皆様の温かい声かけやちょっとしたおせっかいが虐待防止につながることがあります。子どもたちが健やかに育つように、子育て家庭が安心して楽しく子育てできるよう地域全体で子育て応援どうぞよろしくお願いいたします。